三北アモーレ広場とは、兵庫県神戸市中央区に存在する広場。阪急神戸三宮駅東口にある。パイ山やデコボコ広場などと呼ばれて、待ち合わせ場所などとして親しまれてきたが、このような呼ばれ方をされているのは、広場内に石で作られたお椀型の山が3つ存在したことに由来する。2006年より彫刻家。 新谷周期による作品アモウレが設置されている。この広場はかつては名称が存在せず、パイヤマなどの呼び名が存在するのみであった。だが2007年に阪急三宮北広場に愛称をつける会という団体による公募活動によって三北アモウレ広場と名付けられ現在に至る。1985年に神戸市営地下鉄三宮駅の建設と合わせて、 整備された。開設時の広さは約1000平方メートルで広場でありながら開設時は道路の一部だったことから屋台や放置自転車を防ぐために広場内に3つの小さなマウンドが設けられた。かつてのこの広場も含めた周辺は青少年が集まりトラブルを起こしたり客引きや違法駐車や不法投棄や縦て間板バンド演奏などで 街の美観や安全が損なわれる原因となっている場所であった。これに対して2003年より行政は三ノ宮クリーン作戦と名付けた検挙や歩道やパトロールを行い改めてきた。路上ライブが行われてきた場所であったが、これも禁止となった。三北アモーレ広場という名称へとする活動が行われたのもパイヤマという女性の胸部を思わせる性的な呼び名を 改めることで、青少年の健全育成という利用を進めていくためであるからとされる。2016年よりこの広場に隣接する神戸阪急ビル東館の建て替え工事が行われることとなり2016年5月に閉鎖された。神戸市の担当者は、広場は元通りにする予定であるとしたが、周辺の再開発の構想とともに、広場のデザインを変えることもあるとした。 2021年10月2日にリューアルオープンした広場は広さが約200平方メートルに拡張され、西側の三北通りとともにバリアフリー空間に変更された。建築家の津川恵リの設計により広場内にはテーブルや椅子として利用できる楕円形の円盤が複数設置された。また、アーティストのライブなどのイベント利用も可能となった。ありがとうございます。